キリト、あれって例の花と同じみたいだな。何かの実でしょうか。近くで見てみよう。これって魔獣。実の中で魔獣が作られているみたいだ。魔獣が生まれる身など聞いたことがありません。でもこれで一つ明らかになったことがあるね。ああ、魔獣はあの花から生み出されている。うん、地面の下で魔獣を育てているってのは少し恐ろしいけど、それを防ぐためには花を見つけて切っていく必要があるな。魔獣の発生もやはり最高司祭様の真意によるものなのでしょうか。ああ、そうだと思う。カーディナルさんは生への執着って言ってたっけ。魔獣を蘇らせるほどなんて相当な思いの強さだよね。そうだな。一体アドミニストレーターは何を企んでいるのか。何にせよ魔獣の出所が分かったのです。一度おじさまやカーディナル様にお伝えした方がいいのでは。そうだな。オートからカーディナルたちを呼んでこよう。この木のことも直接見てもらった方が話が早いだろうからな。